高野町です。今日はレトロなおもちゃシリーズやっていきたいと思います。今回ご紹介するのはこちらです。ボボボボボン、レディージョージカンカンパックということで、こちらバンダイさんから約38年前に発売されたおもちゃです。でこちらのおもちゃ、名前の通りカンカンパックっていうだけなだけあって、カンカンをパックしてなんか友達にプレゼントとかそういう風にすることができるというおもちゃみたいです。今回はこちら実際に使ってみたいと思うんですけども、大変私すごい皆さんにお待たせしているお裾分けファイルっていうのを過去に作っていて、それのプレゼント企画やりますって前に動画で言ってたんですけど、多分来週ぐらいに全部詰めるものが完成しそうなんですよね。でその中に今回こちらで作ったものもそのプレゼントの中に込めていけたらなと思います。何詰めようかなってすっごいワクワクしてるんですけども、今回こちら遊んでいきたいと思います。よかったら見ていってください。それではやっていきましょう。工場長のチャンネル。ではではパッケージ簡単にご紹介していきます。レディージョージファミリータイプとはどういう意味なんだろう、わかんないんですけども、カンカンパックということで、とってもレトロで可愛らしいパッケージです。でなんとなんと嬉しいことに市販の缶もパックできちゃうんですって。これすっごく嬉しくないですか。そしてそして横の方が、あ楽しそうですね、女の子がはしゃいでいます。そして後ろもう後ろの方に使い方が紹介されています。そしてこっち側は同じだ、女の子が楽しそうな感じ。それではそれでは開けていきましょう。てってれー、あれ、あびっくりした、空っぽかと思った。こっちだこっち。てってれー、おー立派ですね。すごいすごいすごい、あ缶も可愛いですね。ちょっと待って、視聴者さん4名にプレゼントしようと思ってるんですけど、この付属の缶は2つなんですね。やばい缶飲まなきゃ。セットに入っている缶、これがきっとレディージョージーちゃんですかね。とっても可愛い。そしてこちらが本体。おーすごいですね、なんか38年前感がそんなにないっていうのが驚き驚き。そしてこちら、そしてこれが蓋部分になるパーツ、こんな感じ、本当の缶だ。このパターンが何個かと、あとプラスチックバージョンのこういうタイプも入ってます。そしてこちら説明書と、缶に巻くやつだ。すごい、いろんなパッケージができるってことですね。市販の缶でも使えるって書いてたじゃないですか。でそれにこうやって貼って、市販の缶でもレディージョージー風になっちゃうっていう紙も入ってます。こんな感じ、大きい方の缶用のも入ってます。おー、あら素敵、かわいい。こちらはシールですね、ステッカーが入っています。そしてバンダイさんへのアンケート用紙、ちょっと後で送ってみましょうか。ということでセット内容はこんな感じです。早速作ってみたいと思います。それではまずはこの中身詰めていきたいと思います。で何を詰めようかなってすっごく考えたんですけども、やっぱ私といえば手作り系のものがいいかなと思いまして、今回ビーズをちょっといろいろと用意してみました。なんかさ、こういうの最近韓国系のやつで流行ってません？お花のやつ。で今ねこれ詰める時にどれぐらい入るかなと思って、こういう風に袋に入れてパックしたやつを入れようかなって思ったんですよ。でこうやって入れてもいいんですけど、この缶よくよく考えたらこういう蓋なんですよね、缶切りで開けるタイプだからさ、もしこれでパックしてさ、視聴者さん届いた人開けるじゃないですか。でここからこれを取り出すってさ、結構手怪我しそうで怖いなと思ったので、今回こういうパックに入れず、もう直接ビーズ入れていこうかなと思います。まあ、見た目ちょっとあれなんですけども、怪我されても嫌なので、取り出す時はジャーってこうやって取り出してもらえるようにしたいと思います。でこれこのままジャーっと入れます。もっと入るか。このビーズがねめっちゃ可愛いんですよ。ちょっとさ子供っぽい感じもするじゃないですか。最近たまに私今つけてるんですけど、こういうピアスを作ったりしています。結構白好きでさ、めっちゃ白使っちゃってて、こっちほとんど白入ってないんですけど、よかったら皆さんもこんな感じで使ってもらえると可愛いんじゃないかなと思います。マリクワ感があって個人的にすごい気に入ってます。あとね携帯のケースの方も今このビーズになってます。こんな感じ
色によってはすごいシンプルで可愛いものができると思います。わかんない、私の趣味のさ押し付けになってるんですけど、押し付けられてください。でこちらちょっとなんか作りかけのがめっちゃ入ってる。こっちは今の花のクリアバージョンのこんな感じのやつ。こっちも可愛くてすごい夏っぽいのでよかったら使ってください。でこれも作りかけのやつなんですけど、この中心が100均のラウンドビーズがねぴったりはまるんですよね。なのでよかったらダイソーのこのラウンドビーズはめ込んで使ってみるのも可愛いんじゃないかなと思います。そして次が最後ぐらいかな。これまたね超可愛いビーズなんですけど、ちっちゃくてわかんないかな。クマさんなんですよ。クマグミ風の小粒ビーズです。ストラップとか作るのに可愛いんじゃないかなと私は思っているんですけども、どうでしょうか。応募形式なので欲しい人は応募してみてください。なんか可愛い。これさ結構量あると思うんですよ。じゃーってやったらぜひぜひこれで楽しんでほしいですね。それではこちら詰め込んだやつパックしていきたいと思います。で付属の蓋これがあるのでこれを閉めて本体にセットしていきます。なんか雰囲気的にさ缶バッチグーみたいな、きっと缶バッチグーのご先祖様なんじゃないかなと思っています。でセットできたらここのダイヤルがあるんですけど、これをくるくると回していきます。ぐる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 っと、今ダイヤルが硬くなってくるみたいなんで、そしたらそこでストップします。くるくる、まだかな。こんな感じで缶が固定できたら次のステップに進んでいきます。これを引いて止まるって書いてあるところに合わせていきます。そしたらこっちのダイヤルを、今番号が1番のところにあるんですけど、2番のところに来るまでぐるぐる回していきます。ぐるぐる。ここまでできたら次ねちょっと複雑な動きになってくるみたいです。ここのダイヤルをなんかね4分の1ぐらいぐるっと回したら、こっちのハンドルを5、6回回していくそうです。硬い、こんな硬いんだ。1、2、3、4、5。そしたらまたこっちを4分の1キュッと回して、またハンドルを5、6回回すそうです。でこれを繰り返して今2にあるんですけど、これが3のところまで来たら OK らしいです。結構缶作りって大変なんですね。3、4、5、またちょっと回して、これもう限界でしょ。きつい。これ多分さもう OK じゃないかな。どうだろう。でもまだ回るのか。あ、いっか。OK にしましょう。これが完成品でーす。ててれてて。あ、閉じれてるのかな。あ、多分大丈夫。多分ね、あんまなんか力入れるの怖くてできないんだけど、多分大丈夫、閉まってます。すごーい。そしたらもう一個の方も同じようにしてやっていきます。でこっちの缶がさっきのよりも低い高さなので、この高さを出すためにこちらのパーツ高さ出しに使っていきます。そしたらさっきと同じ流れでまずこちらの蓋をして、そしてここにセットします。さてどうなっているでしょうか。てってれってって、おー、できてるできてる、すごい。これ嬉しいですね。オッケー、いいんじゃない、できました。残念ながら令和の缶には合わないみたいで、これは諦めるんですけど、そのお裾分けファイルは4名
名様なんですよ。だから4名様分はちょっと必ず必要になっちゃうんで、今回カンカンバッグの紹介なんですけども、ちょっと違う商品を使って自力でカンカンパックしていきたいと思います。これ私かなり昔の動画で、しかもサブちゃんの方でやったんですけど、こちら実家で使ってたやつ急遽買いました。これでちょっとカンカンパックっぽいことができるんですよね。なのでこちらを使って詰めていきたいと思います。でこっち普通だったらパカンって開ける方なんですけども、こっちの裏側からこのマシンを使って開けていきます。でこれ缶開けマシンなんですけど、なんかねこうやって引っ掛けて、もうこれだけで OK です。でここのボタンを押すと自動で開いちゃうっていう優れものです。そしていきます。こうするとあら不思議、パカッと綺麗に開くんですよね。これでパックをしていきたいと思います。めちゃくちゃ綺麗に開かさってるんですよ。あの普通の缶切りとは違って、もうここから開けてくれるので、物を詰めて、あとはこれをまた閉じる、そして届いた人は反対からかは反対側から開けるっていう感じのカンカンパックをしていきたいと思います。中身同じもの入れていきます。でちょっと洗っても洗っても桃の匂いが取れなくて、ちょっと桃臭いかもしれないんですけども、ご了承ください。詰めたら金属用の接着剤をつけたので、これで蓋をしてちょっと置いておきたいと思います。で接着剤乾く前にひっくり返しちゃったらビーズたちがくっついちゃうので、しばらく逆さまの状態で放置しておきます。やば、閉まない。え、どうして閉まないの。蓋閉まんないんだけど、蓋がうまくはまんないので、ちょっと違う缶でこれはやり直しましょう。まあいいか、とりあえず作り方はこんな感じで、これは別途作ります。ちなみにこちら最初セット内容で紹介していたやつなんですけど、この缶を開けた後にこれをはめるとペン立てになったり、ただしまっておける蓋になったり、あと貯金箱になったりっていう、なんか開けた後にまた違うものに再利用できるって嬉しいですね。ということで今日は約38年前のおもちゃ、レディージョージーのカンカンパック遊んでいってみました。いかがでしたでしょうか。で驚くぐらいさ、中の状態が綺麗に保たれててとても感動しました。ただ現代のカンカンにはちょっと適応してないみたいなので、もうこれは遊ぶことができなくなっちゃうんだけど、探せばあるのかな。今回私がコンビニでカンカンいっぱいちょっといろいろ買っては見たんですけど、どれも合わなかったんで使えなかったんですけど、もしぴったりなのが見つかったらとても楽しいおもちゃだなと思います。そしてさ、やっぱさ、こういう缶って嬉しいですよね。なんか何詰まってるんだろうっていうドキドキがとても楽しくて、私は好きです。で冒頭でも言ったんですけど、こちら今度作るお裾分けファイルのプレゼント企画に登場しますので、よかったらそちらの方も見てください。多分金曜日に上がります。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。